週明けの朝鳴り響くアラームに強く頬をつねられ目が覚める
のライブ終わった後に少し時間が空いてしまうんですけども、3時くらいから向こうの方で物販といって一緒にお話できたり一緒に写真を撮れる会を行いたいと思っているので、ぜひ少しでも興味を持ったよって方は遊びに来てくださると嬉しいです。お願いします。お願いします。私たちブログ、ツイッターとやってますので、ツイッターもマネージャーさんが言ってるんですけど、よかったら、はい、ミルキーベリーで調べていただけると出てくるので、はい、ぜひフォローなどね、コメントなどお願いします。そして今日すごいなんか雨降りそうで曇ってるなって思ってたんですけど、ね、ライブ始めたらね、晴れたから、ね、やっぱりミルベリは晴れ女の集まりなのかなって。そうだね、あんま雨降ったことなかったんだよね。そうだから2分も降らないように乗りながらねライブしていきたいなと思います。そして今回ミルベリあと3曲歌わせていただくんですけども、ぜひ皆さんで、ね、残りの3曲も一緒に歌っていきたいと思います。それでは最後に3曲続けて聴いてください。Let's go!
失いたいほど恋愛へ行かみたいな気持ち明日は
日に札幌にあるモールというライブハウスがあるんですけども、そこで100人動員目標の単独ライブを行います。ぜひ詳細はツイッターなどに載ってますので、興味を持ってやった方はぜひチェックしてみてください。それでは今日はこれで終わりになります。私たちがせーのと言ったら一緒にベリーベリーハッピーとお願いします。いきますよ、せーの、ベリーベリーハッピー。ミルキーベリーでした。ありがとうございました。本当にね、毎年思いますが、本当に可愛くて、ね、